4日後に死ぬ、プレイしていきたいと思います。タイトルが物騒ですね。でこちらのゲームの概要としては、ユリかわいい探偵をテーマとしたノベルゲーム。いいですね、ユリかわいいですね。かわいいっていうこの感想なんか違う気がするが、でかわいいに探偵っていうのがね、またね、このしかもこの刀を持ってるこの女性、この人が探偵なのかな。かっこいいね、雰囲気がとてもいい。であらすじとしては、4月24日4時44分、うん物騒、あなたは死ぬ。それは幼い頃に告げられた予言。予言から逃れるには、さまざまなパートナーたちと襲いかかる困難を乗り越えるしかない。果たしてあなたは死の運命から逃れられるのか。絶対面白いじゃんこれ。男キャラも出ますが、カップリング要素はありません。あくまでユリがメインってことですね。オッケー、じゃあ早速やっていきましょうかね。男キャラこの二人、男子、いやでも胸があるからな。こいつか、こいつだけは男が、もうわからないね。とりあえず最初性早速やっていきましょう。スタート。ドキドキワクワク。かわいい下の。このゲームはフィクションです。実在する人物団体などはありません。グロテスクな描写があります。歓迎ですね。おお、急になんか不穏。幽霊、お化け、妖怪、モンスター、おおよそ常識では測れない人ではない何か。常識の通じないもの、意思疎通が取れないもの、自分たちの領域に連れ込もうとするもの、人々に恐怖を与える、それを人は総じて怪異と呼ぶ。彼らは日常に潜み、常に私たちを見ている。見ている。見ている。見る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 。なんか文字化けしてる。見て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 。怖い怖い。怖い怖い。見てるよ。怖すぎ。お ?4 月19日、22時13分。入学、進級、入社。世の中の一つの区切りであり、新生活が始まる季節。そんな春の夜、私、三崎薫ってあってんのかな?は、大学受験に向けて通っている塾の帰り道で、この世のものとは思えない怪物に追われていた。まだ来てる。何なの?明かり一つない繁華街を息を切らしながら走り抜ける。いいね、左下表情とてもいいね。背後からはズルズルと何かを引きずるような音が私と同じ速さで追いかけてきている。怖ー、うおー、かえ、あ、なんか言ってる。人に似た姿をしたそれは、くり抜かれて真っ暗な目から血を流しながら、皮がむけボロボロになった手で私を捕まえようと手を伸ばす。気持ち悪い。おー、4番の答えは16です。鎌倉幕府は11、どういうこと?誰か、誰か助けて。どうして、誰もいないの?これはなんだ、受験に失敗した女子高生の例とかか?そういうことなのか?人通りの多いところに出れば、誰かに助けをもらえ、求められると思っていたのに、不自然すぎるくらい人がいない。それはまるで、自分がいるところだけ切り取られたかのようだった。は?思うように足が動かず、その場に倒れる。もともと運動が得意ではない上に、久々に全力疾走なんてしたのだから、当然だ。A 判定、B 判定、Z 判定、バグってる。怪物が奇妙な言葉を口走りながら、私の足を掴む。怖ー。いや、話して。いた。え?お!これメインヒロイン的な人じゃないか?無我夢中で持っていた覚醒カバンを振り回したその瞬間、さっきまでの沈黙が嘘かのようにざわざわと人の声がする。助けられた?どうしたのかしら、あの子。いきなり転んだかと思えばカバンなんか振り回して。あー、周りには見えてたけど女の子には周りの人見えなかったんだ。やべ、動画撮っちゃう?え、あの君大丈夫?ごめんね、ぶつかっちゃったみたいで。立てる?え、あの、カバンを当てたのは、私が。女の人はやじ馬の方をちらりと見た後、しゃがんで、そういうことにしておいてと耳打ちする。わかっているんだね。ただごとじゃないみたいだね。ここじゃ目立つから、ファミレスにでも行こう。お金の心配はしなくてもいいよ。私が払うから。かっこいい。でも、
人じゃない何かに追われてるんでしょ。私なら君を助けてあげられる。助けてもらえる。あの怪物から。あまりにも唐突すぎて、好都合すぎる話なのに、その一言だけで私は女の人の手を取った。そして喫茶店、その人は王女と名乗った。名前もかっこいいな。怪しいものじゃないからとファミレスに入る名に渡された名刺には、天門霊能探偵事務所探偵助手兼タイマシと書かれている。一応探偵助手なんだね。ってことはまた別で探偵さんがいいのか。どこからどう見ても怪しい肩書きだ。詐欺師か何かか。でも助けてもらったよと。あとこの包み焼きハンバーグお願いします。美咲ちゃんはどうする。このたらこスパゲッティで。かしこまりました。店員さんは軽くお辞儀をして厨房へと戻っていく。先ほどまでの非日常はどこへ行ったのかと思うくらい普通の光景だ。助かってよかったな。とりあえずじゃあ私は飲み物取ってくるから、美咲ちゃんは何がいい。メロンソーダで。わかったよ、そこで待っててね、すぐ戻ってくるから。メロンソーダ美味しいよな。わかる、シュヤもドリンクバーするならメロンソーダだ。どうしよう、結局頼っちゃった。でも助けてくれるって言ってたし。あれから逃げられるのかな。ぼーっとしているとあの恐ろしい姿が頭をよぎる。この世のものとは思えない姿と純粋な殺意。思い出しただけでも怖くて怖くて動けなくなってしまう。私は恐怖で震える手を押さえ、王女さんが戻ってくるのを待った。来た？はい、メロンソーダ。ありがとうございます。ハンバーグが来るまで少し話そうか。まず君が遭遇したやつだけど、当然ながらあれは人じゃない。妖怪、幽霊、お化け、いろんな名前があるけど、私たちはああいう人ならざる者たちを怪異って呼んでる。私たち？あれ、名刺に書いてなかったっけ？探偵助手兼タイマシって。やっぱ別に探偵さんがいるのか。タイマシっていうのは簡単に言えば怪異を倒す仕事かな。そっちか。映画とか漫画の中で陰陽師とかエクソシストって呼ばれる人たちがいるだろう。あんな感じ。脳内にお札と数珠と十字架を持ったへんてこな人間を思い浮かべる。もうよりどりみどりだね。詰め込みすぎたね、要素を。フィクションの世界の住人みたいな人が目の前にいる。やっぱり怪しい人かもしれない。でも助けてもらったよ。実を言うとね、時の市で合ってんのかな、ってそういう良くない怪異が集まりやすい場所なんだ。だからおのずと私みたいなタイマシっていう人間も集まりやすいってわけ。時の市、それは私が住んでいるこの町のことを指す。田舎というほど田舎でもなく、都会というには寂しすぎる町。そんな中途半端な町。変わっているといえば、春になっても時々真冬のような猛吹雪になる日があるっていうことぐらいだろう。それ変わりすぎだな。とにかく私は怪異退治のプロだから、大船に乗ったつもりでドーンと頼ってくれればいいんだよ。さて話を戻すと、君が見たのは最近噂になってるカワハギさんといったところかな。カワハギさん？お魚かそれは。それとも川をはぐ、どっちだ。カワハギさん、あれ知らない？今学生の間で流行ってるって聞いたんだけど。そうなの？その制服、近くの時の高校のやつだよね。噂話ぐらい聞いたことない？すみません、私そういうのに疎くて。そっか、じゃあ私が知ってることを話すけど、カワハギさんってのはね、もともとは君と同じくらいの普通の女の子だったらしい。はいはい。成績もルックスも家庭もごく普通の幸せな女の子だけど、不運なことに彼女はある殺人鬼に出会ってしまった。その殺人鬼は何でも人の皮を剥いて、そいで、はいでか、はいでかぶるのが趣味だったらしくてね。クソ野郎やん。かわいそうに女の子も捕まって皮を剥がされ惨殺されたらしい。最悪すぎ。それがだいたい半年前くらいの話。もうつい最近かよ。
普通なら痛ましい事件で終わるんだけど、そうはいかなかった。事件が起きてから1週間くらい経ったこと、経った頃、時の高校付近である目撃情報があった。返して返してと囁く皮膚のない人のようなものが出たってね。噂では例の子が自分の皮を探しながらさまよってるだとか。人の皮を嗅ぐ怪物、想像しただけでもゾッとする話だ。いや普通に怖いもんな。それなのに王城さんはちょっとした噂話をするかのようにあっけらかんとしている。もう慣れてるんだね、プロだね。なんとなく、でもなんで私が追われるんでしょうか。心当たりがなくて。元は人間とはいえ、カワハギさんはもう怪異だ。理性なんてあるのかすら怪しい。大方人の皮なら何でもいいんじゃないかな。まだ一回も人の皮捕まえられてないから成仏できてないってこと、もしかして。じゃあ私が狙われたのもたまたまってことですか。あ、いや、何かきっかけはあるはずだよ。例えば目を合わせたとか返事をしたとか、そういうね。どんなものにもルールってものは必ずある。もちろん怪異にもね。ルール？そう、ああしたからこうなった因果、もしくはきっかけとも言うのかな。見たから取りつかれた、話したから呪われた、そのものの領域に侵入したからたたられた。話したから呪われたはもう絶望すぎるよな。見たから取りつかれたも絶望だな。ドアを3回ノックしたら現れる、儀式をしたから現世に降りてくる。はいはい、これ花子さんとこっくりさんか。よくあるだろそういうの。だとしても心当たりがありません。私そんなことをしたこともないのに。君が気づいてないだけかもしれないよ。それでもそんな怪異に恨まれるようなことした覚えありません。そう、とりあえずこれ食べたらすぐにでも君の家に行こう。そこで何か手がかりが見つかる。いえ、なんで私の自宅が関係あるんですか。身に覚えがないのなら無意識でやってることがカワハギさんのルールの中に当てはまるかもしれない。それに場所自体が問題な時もある。なるほど。家族の人には私から説明を。難しいんじゃないか。探偵兼タイマシです。かだ探偵兼助手、うん、助手探偵兼タイマシだっけですとか言われてもちょっと門前払いされちゃうかも。うちには今誰もいません。お母さんとお父さんは今別居中で、お父さんは出張に行ってて分けあり。そうなら好都合だね。王城さんはそれ以上は聞かずに、いつの間にか運ばれてきたハンバーグを頬張る。いいな。あまり詮索しないその距離感が私には心地よかった。自分でもさっき出会ったばかりの人を家にあげるのはどうかと思う。それでも今頼れる人はこの人しかいない。あの命の危険味わった後だもんな。そのよろしくお願いします。おー、これは呪われてるな。この家は、この家はさすがに呪われてるわ。もう BGM も不穏だし。さて、ここが君の家。あまり良くない空気だ。本当に何も心当たりがないんだね。そう言われてもずっとここで生活してきたのだから違和感など感じようがない。君の部屋を見せて。え？でも少し掃除を。私は遊びに来たんじゃなくて、君を助けるために捜査に来たんだ。ありのままを見た方がいい。そういうものですか？あ、まあ普通の部屋っぽいけど、 BGM がさっきから不穏なんだよな。なんというか普通だね。特に変なところもない。一体何を想像してたんですか？なんかボロボロの人形とかあるかなって正直俺は思っていた。怪しいお札とか盛り塩とか、そんなものうちにあるわけないじゃないですか。ないかどうかは置いといて、とりあえず手がかりになりそうなものを探してみよう。お、記録しますか？うん、なんか怖いんだけど、セーブ画面が。はい。あ、これ俺の時間が出てくるやつ。ちょっと待って。はいはいはい、セーブした。おー、なんだこれ急に。
どうぞ、調べたいものをクリック。ああ、これ今クリックできるってことか。現在のパートナー、王女。カワアギさん、私の高校で最近噂になっている可愛いらしい。だけどどうして私を襲うのだろうか。古いポスター。見た目に反してちょっと重い。見た目に反してちょっと重い。これだろ、絶対。少しカビ臭い。どうしよう。まあ、アルバムから見てく。アルバムを見てみよう。こういうのは大抵の場合、過去に何かあるものだよ。あれ？これ、シュウヤン、正解一発で踏んじゃったもしかして。でも、そんな普通のアルバムですよ。王女さんは構わずアルバムを広げる。ただ家族写真が収めてあるだけのアルバムなのに。なんかありそう？これは君？けどなんだか雰囲気が違うね。王女さんの手元の写真には時の高校の黒いセーラー服を着た少女とその両親が写っている。姉？姉が入学した時に撮った写真だ。ここで急に姉？それは私の姉です。2年前に死んだ姉の。え、もしかしてカワハギさんの血縁者とかそういうこと？もしかして、あ、でも2年前か。半年前って言ってたもんな、事件は。見た目は私と似ていたけれど、私よりもずっと頭が良くて優しかった人。そう、確か名前は三崎夢か。なんか忘れてる？確か名前はってなんか発言がちょっと気になるんだが。彼女は2年前、私の代わりに死んでしまった。え？どういうこと？本当は私が死ねばよかったのに。そういうことは口にするものじゃないよ。他を探してみようか。君の言う通りアルバムにはあまり手がかりはないようだし。気を使わせてしまって、すみません。いいよ、気にしないで。絶対人形だよな、これ、可能性あんの。最後にしよう、古いポスター、後ろに何か見える。あ、これもなんか怪しいか。これは、何かのポスター？それはお姉ちゃんが好きだった映画のポスターです。もともとこの部屋はお姉ちゃんの部屋だったので、そのままにしてあるんです。無言になってしまった。王女さんは何を思ったのかポスターを剥がし始める。何かあった？え、何をしてるんですか？いいから、この穴の中を見たら君も何も言えなくなると思うよ。彼女の視線の先には手のひらほどの穴がある。何があるの？覗くのも怖いんだけど。え、穴？でもそんなの見たこと。なんか気持ち悪い。どういうことこれ。穴の先には不気味なお札が壁一面に張り巡らされている。そして数えきれないほどの人形がこちらを向いていた。怖すぎ。ずっとこんな部屋に住んでたの？なんですかこれ。見たところ何かの呪術の跡のように見えるね。あまり見続けない方がいい。他を探そうか。怖ー。ちゃんと怖ー。何それ。怖ー。じゃあさっき見てたぬいぐるみがはみ出してきてるってことはこれだろう。あ、お姉ちゃんからもらったぬいぐるみ。君のじゃなかったの？はい、そのぬいぐるみはお姉ちゃんからもらったものなんです。私の誕生日にプレゼントしてくれて。そう。でもこのぬいぐるみあんまり良くない感じがするんだけど。お米がいっぱい詰まってんじゃないのこれ。何をしてるんですか？突然王女さんは近くにあったハサミでぬいぐるみの腹を裂いた。それはお姉ちゃんからもらった大事な。おぞましすぎるんだが。なんかさっきからおぞましいんだけど、怖いんだけど。人間の髪の毛だ。怖い。王女さんが切り裂いたぬいぐるみの中から真っ黒な、それも大量の人間の髪の毛が出てきた。君のお姉さんの趣味だったなら相当イカれた人だったみたいだね。知りません。こんな気持ち悪い。とりあえず他を見てみようか。でも今のとこ調べられるのこんなもんじゃない？あ、終わったよね。
さてと、調査はこんなところかな。あの、私、部屋がこんなことになってるとは思ってなくて。お姉ちゃん、一体。この部屋はもともと君のお姉さんのものってことで間違いない？ああ、じゃあお姉さんが何かしてたってこと？お姉ちゃん怖。はい、でも姉は普通の人で、こんな。家族だからって君に全てをさらけ出してるとは限らないよ。人は誰でも隠し事をしているものだからね。まあ確かに。とにかくこれで君がカワハギさんに狙われる理由が分かったんじゃないかな。確かに私自身に後ろめたいことがなくても、こんな部屋で生活していたら妙なものを呼び寄せていてもおかしくはない。でもどうしたらいいんですか？ただ余計に怖くなっただけで、解決策なんてどこにも。解決策は一つ、カワハギさんを迎え撃つ。おお、迎え撃つ？あんな恐ろしいものを相手にするって言うんですか？そうだよ、怪異に対抗する手段で最も手っ取り早いのはそれしかない。お店でも言ったように、私は対魔師怪異のスペシャリストだ。だから安心してくれていい。カワハギさんは私が何とかするから、今夜必ずケリをつける。そう言ってお嬢さんは綿が飛び出たぬいぐるみを手に取った。お、もうこれ迷い込んでんじゃない？これ街に出たのにこの雰囲気ってこと、これ迷い込んでるよね。お嬢さんと一緒に彼女と出会った商店街に戻ってきた。辺りは静まり返り、あの時と同じように自分たち以外の気配はない。来る途中でお嬢さんに渡されたぬいぐるみをカバンから取り出す。あでやかなボタンでできた瞳がこちらを恨めしそうに見ている気がした。怖すぎるよ。這い寄るようなドロドロとした悪意が体中にまとわりつく、そんな気配がした。来るよ。うわー、本当に来た。返せ。もうこいつは被害者だからな、かわいそうだよな。そのカワハギの犯人捕まえてほしいよな。来た。恐れないで、奴らは人の恐怖で興奮する。どうしよう。もう恐れるなって方が無理だよな、明らかに怖いし。私にできること何か。そうだ、もしかしたら何かを投げつけてカワハギさんの注意をそらすことができるかもしれない。カワハギを投げる、ぬいぐるみを投げる、カワハギさん投げる、ぬいぐるみを投げる。これ何、カワハギを投げるって どういうこと。カワハギさんに突撃するってこと？ちょっと一回セーブさせて。はいはい、じゃあカワハギさん投げてみる。カワハギを投げる。そうだ、カワハギさんと名前がついているんだから同じ名前のものに反応するかもしれない。魚の方のカワハギを投げようとしてた。多分きっといける。本当に？ねえ本当に？王女さん本当に？魚カワハギを投げればカワハギさんが引きつけられるかも。どうだろうか。まあカワハギという魚も同じ運命をな、辿ってるからな。はぁ、ちょっと焦ってるよ王女さんが。いいねこの焦り顔。カワハギさんもちょっと困ってるし。落ち着きなよ美咲ちゃん、カワハギなんて持ってるわけないだろ。ごもっとも。あ、あるもん、うん。めちゃくちゃだこの女の子。あ、しまった。カワギさんが取り乱す私を押さえつけ、皮膚の剥がれた顔を近づける。やばい、食われる。生温かく腐敗する、腐敗臭のする息を吹きかけられ、思わず目をつむってしまう。死ぬ。頭の中にそんな言葉がはっきりと浮かんだ。これゲームオーバー、もしかしてゲームオーバーっぽい。バッドエンド、魚じゃないよ。ごめんって。ちょっと戻るね、さっきの選択肢。ちょっと戻ろうと思ったけど、なんか始まった。何？なんか急に始まったよ。お助け探偵事務所だって。これバッドエンド踏むのも意外と面白いかも。え、カワハギ。それはフグメカワハギ科に分類される魚。刺身、唐揚げ、味噌汁。美味しい調理法はいっぱいって。イマジナリー所長。なんて名前？ナンセンス、実にナンセンスだよ君。どうして死んでるんだい。ごめん。何、あなたは誰？本編には一度も出てないのに、なんで我が物顔で仕切っているのか。本編に出てこないの？正論に何も言い返せない。だがそこは気にしなくていい。いずれ私が誰なのかは分かることだからね。そのうち出てくるってことか。ひとまずはそう、私のことはイマジナリー所長とでも呼んでくれたまえ。名前のセンス。さて、君の死因についてだが。
何をどうしたら魚のカワハギを投げるなんて選択肢を選ぶのか。だって気になるじゃん、あの選択肢押したくなるじゃん。どう考えてもふざけた選択肢だろ。今までの会話の中で出てきていないものが出てくるわけないだろ。それを選んだ君はよほどの変人、いや、もしくはバッドエンドから回収タイプ、回収するタイプの人。イエス、そうです。自分、どちらにせよ君は一般人、会議の相手は専門家に任せるべきだよ。分かったら選択肢を前からやり直したまえ。じゃあそういうことで。言っちゃった。あー、でここが最初からスタートね。 OK、 じゃあ選択肢まで戻るね。はいはい、戻ってきた戻ってきた。じゃあぬいぐるみ投げつけるわ。そうだ、あれならもしかして。王女さんに言われて持ってきたぬいぐるみに目をやる。私が狙われる理由があの部屋にあるのなら、あそこから持ってきたぬいぐるみで注意が引けるかもしれない。お願い。川木さんが投げつけたぬいぐるみに気を取られ、ピタリと動きが止まった。よくやった、おかげで隙ができた。そう言うと王女さんはポケットから札のようなものを取り出し、何かをつぶやき始める。あれか、賢び賢び申すとかってやつか。すると札が輝き出し、細長い光の筋が現れた。悪霊退散？これ刀？刀？かっこいい。美咲ちゃんは下がってて、ここから先は私の仕事だから。返せ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 ！君もかわいそうな被害者だ。だけど、人に危害を加えるのなら、容赦はしない。刀を構えた王女さんの瞳が鋭く光る。言葉とは裏腹に、彼女の全身から凍えるような殺気が漏れ出ている。これが、せめてもの情けだ。皮のない顔を引きつらせたカワハギさんは、私たちに飛びつこうと突進してくる。それすらものともせずに、王女さんはまっすぐ刀を構える。イケメンすぎ。悪霊退散って？たった一瞬、たった一振りで、カワハギさんは真っ二つに裂けた。強ー。あっけに取られている私をよそに、王女さんはカワハギさんだったものに一礼し、刀を札に戻した。え、これで終わり？そ、これで終わり。もう君がカワハギさんに狙われることはないよ。でもこんなあっさり。案外そういうものだよ。怪異は妖刀で切られれば消える、そういうルールだから。とにかく後処理もこれで大丈夫。一つ片付いたって感じかな。いろいろあって疲れたね。ちょっと公園で休もうか。ひとまず解決？はい、ここは。ありがとうございます。時の市は4月になっても時々雪が降る奇妙な町だ。当然夜も2月並みに冷え込むこともある。マジ？王女さんから受け取ったココアはそんな夜にぴったりだ。両手で包んだココアが恐怖と冷えてこわばる体を越えほぐしていく。ただそれでもカワハギさんが消えても拭いきれない不安が一つだけあった。あの部屋のことだ。もう確かにあの部屋には帰りたくないよな。怖すぎるよな。あの、私のあの部屋は一体何だったんでしょうか。君には関係のない話だ。もちろん知る資格も君にはない。いや、あるよ。自分の部屋がああなってたんだよ。え？あ、いや、でもあそこ私の部屋ですし。そうだよね。知る資格もないなんて言い過ぎじゃ。違うね。あれは美咲薫の部屋であって君の部屋じゃない。は、い？意味がわからないです。美咲薫は私ですよ。え？あ、え？え？人格違う？ここまで来ると女優だね。そっちの道を行けばよかったのに。どういうこと？君は立川楓、本物のカワハギさんは君だよ。異常性癖の殺人鬼さん。え？え？あ、今も皮かぶって、そういうこと？なりすましてるってこと？え、怖ー。何を言うんですか。私が殺人鬼なわけじゃないでしょ。君の本名は美咲薫ではなく立川楓。生まれは福岡県。生年月日は1992年8月4日。
立川雅人と立川花子の間に生まれた女の子。好きなものはスパゲッティとメロンソーダ、趣味は映画鑑賞と人の皮を剥ぐこと。趣味がえげつないんだけど。初恋の相手は高校時代の先輩、如月良一。すんげえ調べ尽くしてる。小さい頃に飼っていたペットは柴犬の良一。ああ、これは探偵としての業務を全うしてるってことか。何を言ってるんですか。そしてあるサイトから他者の皮を剥ぎ、被ることでその人間になりかわれるナイフを手に入れた。あ、そういうなんか怪異的な、 なんつうの呪物だな、もうそれはもう呪物だ、呪物。最後に美咲薫を殺したのは彼女の若さを手に入れたかったから。だから何の話ですか。とぼけるなよ、すべて君の経歴だ。さて、ここで質問だ。ここまでの話は真実で間違いないな。怒ってる。はい。あ、認めちゃったね。とっさに自分の口を塞ぐ、慌てて口に手を当てたせいでもらったココアが地面に落ちた。鼓膜どころか魂そのものを揺さぶるような言葉、それは人ではない何かに語りかけられたような感覚だった。私は言霊使い。そうなの。事象の仕組みを明かすことで事象そのものに干渉できる。どう、探偵にぴったりだと思わない。確かに。そんな無茶苦茶な力があるわけない。嘘に決まってる。いや、君の持ってるナイフもだいぶ無茶苦茶だよ。そうかな。でも君は私の質問に答えた。それが真実。私は殺してなんかない。私は美咲薫、立川楓なんて女知らない。しらじらしい嘘をつくんだね。君の口から出る言葉は何もかも嘘ばかり。美咲薫には姉などいないし、両親は5年前に亡くなっている。そもそも半年前の彼女は大学受験など考えていなかったし、塾にも通っていなかった。もうさすが探偵、調べ尽くされてる。あらかた次になり変わる子でも探していたんじゃないか。なあ、君は立川楓だろ。この文字が出た時だけ言霊の能力使ってるってことか。ダメだ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 、口にしてはいけない。それだけは口にしてはならない。ああ。お嬢さんが私の顎をつかみ無理やり口を開けさせる。舌を噛もうとしても無駄。どんなに抵抗しても私の言葉からは逃れられない。さあ答えろ、お前は誰だ。私は立川楓。はあ、マジかよ。俺この女の子がメインヒロインで、このお嬢さんとなんかそうゆりゆりな関係になるかと思ったけど全然違った。ようやく言ったな。じゃあ次の質問。これまでに何人殺した。ええ、やば。25人。女も子供も男も全部殺して皮を剥いだ。次。本物の美咲薫はさっきので間違いない。そうよ。バラバラにして冷蔵庫の中に入れておいたのにさ。いつの間にか消えちゃって、また剥いでない部分もあったのに。これ以上話してはいけないと頭では分かっているはずなのに、口は沈黙を知らないかのように真実を語り続ける。次、なぜ美咲薫を狙った。本当に若さが欲しかっただけ。そう、女子高生、いい響きでしょ。若くて無垢で無知でバカで警戒心も薄くてさ、何かあるにはちょうどいい獲物ってわけ。とんでもなくクズなんだけど立川楓で。なるほど、それだけか。名前とか年齢には何もこだわりがないわけだ。絶対に誰にも言わないつもりだったのに。いや、怖ぁ。マジかよ。ああ、バレちゃった。今までうまくいってたのに、なんでかな。霊能探偵とか、どう考えてもうさんくさい肩書きの癖してさ。実力は本物ってこと？かっこいいね、それ。いいな、いいな、いいな。何もかんも持っててさ。やばい。お嬢さんの皮剥ぎに来そう。立川楓が雄たけびを上げながら、ビリビリと自分の皮を引きちぎる。まるで自分の肌ではないからどうでもいいとでも言いたげに、剥がした顔の皮膚をかぶり出す。ついに本性を表した。
嫉妬と自己肯定感の低さがいびつにねじれた結果生まれた怪物。本当に怪物だな、これは。それが私、王女薫が暴いた立川楓という人間の正体だった。何これ、バレちゃったらもう隠す必要はないや。まだ乗り換えたばっかりなのに、もう5回目の青春くらい楽しませてよね。でもさ、私の正体を知った人間を生かしておくわけにはいかないし、しょうがないよね。やっぱ殺しに来る気？いいよ、王女さんは肌ツヤもいいし、黒髪も綺麗でちょうどいい。高校生ってブランドがなくなるのはちょっと痛手だけど、探偵助手っていうのも面白いかも。もし君が私になれたとしても、うちの所長の助手にはなれないよ。馬鹿げた寝言を鼻で笑いながら妖刀を顕現させる。人の血を吸い妖気を帯びた刀は怪異に対抗する手段になりうる。特殊な力を持っていたとはいえ、一般人だった立川には効かないものだが、三崎薫の皮をかぶっているというのなら話は別だ。聞くんだ。一つ言っておくけど、もともと私の狙いは三崎薫だったんだ。彼女は私たちと同じ裏側の人間だった。要は術師だ。そうなの？人形使いってやつでね、あの部屋にあったものは全て彼女の仕事道具ってわけ。あ、そういうこと。怪異でも術師でもない君を殺す必要はそれ、そもそもないけれど、本当なら警察の仕事かもしれないけどね。まあ、同業をやられたならばやり返すしかないと。君が彼女の皮をかばって成りすましてる以上見過ごすわけにはいかない。それに君みたいなのがいると町の人たちにも迷惑だからね。殺させてもらうよ。笑わせないでよ。私がこれまでどれだけ人間を殺してきたと思ってるの。殺し方なんて私の方が知ってるに決まって。言霊で封じ込められてる。君はその場から動けない。もうチートスキルすぎる。え、私の能力はさっきの質問で終わりじゃないよ。言っただろ、私の言葉は事象に干渉すると。それは人間も同じだ。私は全てを明かした相手を意のままにできる。私が君に自首しろと言えばそうなるし、この町から去れば、去れと言えばそうなる。死ねと言わないのね。そっちの方が楽でしょうに。でも興味が湧いたわ。あなたの皮をかぶれば私もそうなれるってことでしょ。言霊使いになれるの？マジかよ。この女の子結構チートナイフ持ってんな。残念だけどそうはいかない。これは特別な力だからね。それに私はそういう言葉を使いたくはないんだ。その言葉の重みも知らない君とは違ってね。だから私はこの刀で君を殺す。それが私にできる最善策だ。私は刀を構え、数分前と同じように振り下ろした。一撃？え？終わったのか？あ、終わったっぽい。どっちこれ？王女さん？皮剥がれてない？見慣れた階段を上り、見慣れたドアを開ける。大丈夫っぽいな。見慣れたって言ってるし。途端に金木犀の香りが鼻孔をくすぐる。どうやらあの人の最近のお気に入りらしい。おう、さっきバッドエンドで助けてくれた人。おう、カオルくんじゃないか。思ったより早く済んだようだね。事務所のデスクから深夜だというのに、やけに明るい声が飛んできた。この事務所の主であり、私の恩人の天門沙羅、その人である、天門さん。で、どうだったんだい？お目当ての怪異だったかな？三崎カオルを狙っていたやつというのは。ダメでしたね。私を殺そうとしてるやつじゃなかったみたいです。カオルっていう名前のやつを狙ってきてる怪異かと思ったんですがね。まあ、そういうこともあるよ。しかし、君に残された時間はあと4日だ。4日で殺されるのか。一体どうするつもりなんだい？そりゃ、もちろん見つけ出して、ぶち殺してやりますよ。運命だか予言だか知りませんけどね。ただ死ぬのを待つなんて、柄じゃないですから。まったく神様に育てられた子というのも大変だね。そうなの？神様に育てられたの？でもまだ死なないでくれたまえよ。君にはまだまだうちのエースとして働いてもらわなきゃいけないのだから。そもそも君が予言通りに殺されるなんて実にナンセンスだ。
それはちょっとでも私のこと気にかけてるってことですか。想像にお任せするよ。好きなように受け取りたまえ。疲れただろ。ココアでも入れるよ。そう言って所長はデスクを離れ、こじんまりとしたキッチンへと歩いていった。残された時間は4日。それは5歳の時に育ての親に言われたまじないの予言だ。違うか、呪いの予言か。お前は24歳の誕生日4月24日の4時44分44秒に死を迎える。もう最悪な死に時間。誰だか知らないが、やれるもんならやってみな。返り討ちにしてやる。これ呪言の一種じゃないの、もしかして。違う。かっこいい。何それ、かっこいいんですけど。葛藤インガーで、ケース1、吸血キルト、女子高生ミイラ事件。この子は吸血鬼か、もしかして。なるほど。じゃあとりあえずケース1が終わったっぽいから、1日が進んだ。演出がおしゃれすぎるんだけど。はい、ということで1日目が終わったので、今回はここまでにしましょうかね。もう19年前過去編が始まりましたよ。いや結構面白いね。うん、めちゃくちゃ面白い。なんかつかみが完璧じゃない。メインヒロインだと思ってた女の子が実は殺人鬼だったっていうね。完全に予想外でした。はい、もうかなりグッと引きつけられる作品ですね。続き楽しみです。はい、それでは一旦終わります。シアンでした。またね。